はいどうも、高円寺です。天国大魔教第4話見ました。ついに施設の闇の部分が見えてきた感じですね。考察していきますが、まず軽く4話全体について触れていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、魚の人食いに襲われてますが、今回もキルコさんの起点のおかげで倒すことができてます。船の地下に置いてた大量の乾燥薬物ですね。これを魚の人食いの自由と水分を、奪おうという作戦ですね。これを立てて、まあこれどういうなったかというと、大事な場所に商品としての乾燥薬物を、この船の人たちは隠すはずっていう、まあ、まず推測を立ててて、で、なおかつそれを人食い撃退に使ってるっていうような、まあ、驚くべき起点応用力っていうところですよね。まあ、さらに、まあ、お決まりの、まあ、ずっとこうして生き延びてきたっていうセリフ、いやキルコさんたくましいよ、いや頼りになりすぎるよって思う、いやなんか普通にね、あの脳みそ男の子とか関係なく好きになるよねこんな人、こんな頼りになる人そりゃ好きになるよって、なんかマル君の気持ちを視聴者として感じてる、そんな感じです。はい、まあ、無事一件落着して目的地を探していくのでしたっていうところですね。場面変わって施設です。ここから謎のオンパレードですので、まあ、面白くなってくると思います。3話からの続きで、ククに連れられて、首の、上かない、赤ちゃんを見に行く、トキオとククですね。施設のダクトを通って不法侵入する2人です。そこで見た赤ちゃんですが、キルコさんの格変で出てきたあの人食いにそっくりな形でした。頭ですねがそっくりでした。でここについては後ほど触れます。その後警報が鳴って2人が見つかるかと思いきやそうでもなし、大人たちのチェックするモニターには2人の姿は映っていないという状態でした。ここにも後で、考察します。そして園長先生と、ミーナと呼ばれる、妊娠した女性を模したような機械生命体ですかねが会話をします。園長先生が、さっきの警報に分かりないの、あなたの体のようなものでしょと続けて言います。ミーナと呼ばれた、機械生命体がそれに対して、どことなくはぐらかすような受け答えをしています。この不可解な会話がですね、次のシーンにつながります。寝ている時用の部屋に、放送が流れます。この放送はこの部屋だけに流れますと、妙な前置きをした後、友達の容体が良くないと時用に告げられます。この声がですね、おそらくミーナの声っぽいです。ま、つまり、放送する部屋を選んで伝言してくれたようなのですが、実はですね、少し前に、ミーナは園長先生との会話でこの施設のどこで何が起こっているのか、詳しくは把握できないと、言ったような、はぐらかしを言っていたんですね。しかし今回、しっかり的を絞って、的確に時折に伝言をしているっていう背景があって、ここがですね、園長先生との会話とちょっと食い違いが起こってますね。これが意味することが何なのかっていうのがちょっと次のシーンにつながっていきます。もう間もなくの命という様子の友達、タラオですが、その寸前時折に必死の様子ながら耳打ちをします。この施設は危ない、逃げてとのことです。はい、以上が、4話の全体像でした。謎多きい4話ですが、ミーナが時代の部屋に直接放送して、タラオの死に際に出会わせたこと、そしてその時代が、施設から逃げてと、脱出の意識を与えられたこと、この一連の流れが、ミーナが意図して時代に、施設から逃げ出すように仕向けられているというふうに感じられないかなと考えるわけです。というのも園長先生とミーナが会話するさらに少し前、警報が鳴っていたにもかかわらず、不法侵入しているククと、時代の姿が、モニターされてなかったことからつながっているように考えられます。これは、ククと時代の一種の、まあ、能力的なものかとも考えましたが、しかしこの第4話は、施設のモニターが生徒を捉える描写を多く挟んでいて、他の生徒はしっかり映されています。それに対し特別特殊な生徒としての描写が今までない時代とククのみがそういった能力を持っているというのは考えづらいかなとも思うわけです。ダクトに侵入されるところもカメラにキャッチはされていた2人ですが、モニター画面にはやはり映っていませんでした。大人たちに見つからないように脱出の機会を与える
かのような手助けをしているミーナが、まあしていたとして、施設全体を統括しているようなミーナがなぜ自分から逃げるように、生徒を促すのかがちょっと謎のような部分ではありますが、まあ、逆に考えると施設を牛耳る大人の闇が、まあ、ちょっと見え隠れしてるのかなっていうような気がします。施設脱出の先にあるもの、ミーナが求めているものが何かっていうのがかなり気になりますね。そしてさらに、もう一つ、首から上のない赤ちゃんが人食いそっくりだったことに対してなんですが、ここに侵入しているのが初めてではないククなんですけど、そのククは、実はコナからの、コナの絵をもらっている人物でもあります。例えばこの絵を赤ちゃんの部屋まで運んだことがあるとして、赤ちゃんがこれを記憶していればどうなるかなと思いました。ククと、トキオが赤ちゃん部屋を去るときに、一人の赤ちゃんがトキオと、トキオの名前を呼んでるんですね。ククがトキオの名前を呼んでいることを覚えて記憶して、そしてそれを実際言葉に出してると、まあ、つまり記憶能力があり、まあ、何らかの事象でこの赤ちゃんが外に放たれた時に記憶領域にある人食いを模倣するとすればどうでしょうね。例えば、コナの絵をククが運び、それを記憶する人食い赤ちゃん、外の世界での人食いとは実は施設発祥なのではないかなって考察できます。あの魚の人食いもそうですね。あのエンディングで、魚の絵を流していた描写があったんですが、まあ、そこからも同じく考察できるのかなと思います。考察以上でしたが、まあ、謎大きい4話ではありますが、思春期に目覚める施設の、まあ、生徒とか、クソダサネーミングをかますキルコさんとか、見どころ満載でした。本当にテンポよく進むアニメだと思います。ぜひご感想等いただければと思います。ありがとうございました。